こんばんは。トゥルーアングルの時間です。今日もこのひまなりのスタジオの高円寺の、会場からお届けする公開収録の番組です。でこちらで、今日2本の、ね、収録をして、で日曜日に、1本ずつ YouTube にアップするというね、はい、そういう方式になっております。プレゼンターの川崎陽子です。よろしくお願いします。メイントーカーの、はい、ジャーナリストの釣部徳郎です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そして今日はたくさんのギャラリーの方がお越しいただいてます。皆さんも最後までよろしくお願いします。今日はねこの収録終わった後にね、はい、ちょっとしたそうですねお祝いがあるという、はい、それ目当てに皆さんまあね、トークもしっかり聞いていただき、はい、ということで、やっていきたいと思います。今日のトークの内容は、ちょっとこれご覧いただこうかな。子どもの権利委員会とかね、子どもの権利条約って言ったことについてね、そうですね、話を伺うということで、はい、釣部さんがメインに話をしていただいて、私が聞き役という形になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあこの子どもの権利委員会ですけれども、国連の、まあ、はい、株団体というか中で、うん、いや子どもの権利を世界中見ていこうという、はい、まあ、委員会があるわけです、はい、で子どもの権利条約っていうのを中心に、うん、とか日本も批准してるんですけど、うん、子どもの、まあ、権利を守ろうよというのがあって、はい、まあ、日本も批准してるんでそれに合わせて、はい、国内法を持っていかなくちゃいけない、はい、ところはきちんと運営されていない、うん、っていうこともあるので5年に1回各国が審査を受けるんですよ、はい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 、で、こういう問題点がありますよというふうにこう、まあ、NPO 団体だったり NGO だったり、うん、まあ、弁護士会だったり、まあ、それぞれの国によって違いますけど、うん、この辺が問題点ですよ、私の国のっていうのを委員会に挙げるんですよ、うん、はい、で委員会の方がヒアリングしたり、うん、まあ、調査をする中で日本政府にこれどうなってますかって聞くんですよね、政府に、うん、はいはいはい、ただ答えますよね、政府が、委員会の方に、どこの委員会に聞くんですか、権利委員会に、権利委員会にね、はい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 、何々のね国のこういうことについてどうなってますか、うん、というと、まあ、もっともらしい答えが返ってきますよ、うん、だからそれを受けて、うん、いやそれは嘘ですよとか、うん、まあ、答えるわけです、うん、で国連の方から勧告が出るんですよ、はいはい、どこどこの国の政府はこういうことをすべきであると、うん、で強制力はないんですけども、はい、勧告が出たよってことは、うん、国連としては権利委員会としてはその国のそのとこができてない、うん、こう直すべきだっていうふうに思ってますっていう意思表示ですよね、うん、なるほど、はい、っていうのをまあやり取りしている中で、まあ、第4回の、はい、まあ、5年に1回ありますから、うん、それの今回の、うん、まあ、起草委員のメンバーに、はい、僕は CRC ジャパンという、はい、そのまあ、4つの団体が出してるんですけども、はい、その1つの団体の、まあ、基礎委員のメンバーとして、はい、まあ、日本からここが問題ですよっていうものを出して勧告をいただくという、まあ、係をしている中で、はい、なるほど、子どもの権利っていうのを見てきたということですよね。それがつい最近なんですかね、去年ですね、はい、ちょうど、はい、あったんですね、うん、なるほど。で、ちょっとこれね、この子どもの権利委員会というのが まずあるよというのと、それから子どもの権利条約に関するその第4回第5回っていう日本政府が報告書を出した、うん、それに対して国連が審査をした、でその審査に対してこの CRC からまたっていうことですか。だから今は政府に出たですよね。あ、政府に出たところまで。で政府がじゃあどうするかということは次の段階。なるほど。だ今度また5年後と、はいはい、なるほど、いうことなんです。ああ、そっか、それがその今一番ね下に見えてる日本の第4回第5回定期報告書に関する総括所見っていうそうですね、はい、その中に日本はこうすべきである、うん、はいはいはい、っていうのがいくつも国連からね、はい、出てるということなんですね。ああ、なるほど、はい、ということでまずこういうのがね、やり取りされてるっていうこと自体ことを知らないじゃないですか。そうですよね、ほとんど報道されないですよね。ですね、今回はね、うん、でも今年はこれ報告報道されたんですよ。ああ、そうです、ちょうど、はい、あの虐待事件の死亡があったので、はい、実は国連からもこういう勧告が出てるんですっていうのがちょっとだけ報道されたので、はい、まあ、それは事件があったから報道されたっていうだけの話なんですけど、はい、でもまあされないよりはいいわけです。そうですよね、多分ね聞いてる人も多くの人もまずこういうのがあるってことも知らない、で次にじゃあ何が出たのっていうのが
わからない。そうですね、世界から見て日本の子どもの権利で何が問題とされているのかっていうね、うんうん、ことも分かってない、うん、で被害あった人たちだけが、はい、大変人たちが大変だよと、うん、で泣き寝入りするか、うん、いや何とか変えてもらおうよって言って活動するかでまた分かれると、はい、なるほど。で私はその代弁者として、はい、私があなたの声になるじゃないですけども、うん、担当があって、で僕は児相問題の担当だったので、はい、児童相談所問題っていうのが日本にはあるんだよ、はい、でこれ単語作るのも大変で、たまにね調べてるとね、かわせないですか、はい、何々の言葉は何年の現代用語の基礎知識に出てきたとか、広辞苑に入ったとか入らないかとかってあるじゃないですか、はい、で児相問題っていう単語が入るか入らないかなんですよ。児相問題って何ですかっていうのは一般の人は、はい、うん、児相の問題でしょと思ってるわけですよ、うんうんうん、児童相談所の話でしょ、はいはい、いや児相問題っていう単語なんですよ。あ、なるほど。じゃあ児相問題とは何かっていうとこうなる、定義ありますよね、はい、だから柔道は柔道になったり、はいはい、今津波っていうのも津波っていう英語になってるわけですよね。そうですね、アルファベットで書きますよ ね、だそういう風になったり、うんうん、今は福島っていうのが、はい、汚染のなんか代名詞になって、はい、用語として福島っていうと福島県の話じゃなくて汚染の話に、そうですね、あの震災絡みのね放射能の話になるっていうように、児相問題といえばそれはまず日本の中で児相問題といえばこれだよねっていうのをこう定着させる、でこういう問題点があるよねっていうのがまあ前半にあって、まあだんだん児相問題っていうのは出てってるんですね。そうですね、あの児童相談所のことを児相児相ってこうね、割と報道でもね、うん、そのこと自体も割と扱われるようになり、あのこう使われるようになりましたよね、うん、最初は多分そこまでのファミリアな感じでもなかったはずですよ ね、きっとね。だから日本には児童相談所神話っていうのがあって、うん、まあ、僕は児相神話って言うんですけど、はい、児相は正しいという神話なんですよ、うんうんうん、だから児相に、子供疲れて連れて去られるというか、うん、一時保護されたり指導を受けると、うん、親が悪いと思ってるんですよ、はいはいはい、児童相談所が悪いと思ってないんですよ、うんうんうん、だから警察は正しいと一緒ですよ、はい、警察は悪いことをしないみたいな、うん、そこにも実は問題があるんだよっていうところですよね。そうですよね、うん、でちょっと言うと虐待を放置するのかって言われちゃうんですよ、うんうん、僕も名指しで弁護士からほあの言われましたからね、その児童相談所の問題を話すと、問題をというとこうやって頑張ってる人もいるのに、うん、ね、じゃあなかったらいいって言うんかみたいな感じで怒られて極論になっちゃうわけですね。だから何言ってんですか、うん、虐待はダメだと言ってるけど、うん、今の児相に問題があると言ってるんです、うん、いい人もいますって言うんです、はいはいはい、もちろん、ね、いやじゃあ警察官だっていい人いますよ、うん、組織の体質に問題があるっていうのと、うん、個人が頑張ってるっていうのの区別がつかない方がいらっしゃって、うん、で実際に難しいのは虐待してる方もいらっしゃるわけですよ。してる方っていうかしてる親もいるわけですよ、はいはい、それからしてないのに虐待と見られた人もいるんですよ、うん、その児童相談所の扱いの中で、ね、扱い中で、はい、だその区別を第三者が見れるのか、うん、でも支援したり応援するにはその人の話を聞いて、うん、で子供とは会えませんから、はい、その中でこの親が虐待したかどうかとか、うん、いやそれは虐待じゃないよとか、うん、だこの虐待の定義を明確にしろとか、うん、平手打ちはいいのかとか、グーはダメだとか、そういう格論に入っていくんですよね、うん、だその前にシステムの問題とかっていうこともあるわけですよね。ありますね、当然ね、うん、から判断基準の問題とか、はい、いろいろあって、そこの職員の問題とかもね、ありますね、実はありますよね、でいろいろありますよっていうんで、うん、はい、じゃあ日本にはって言って我々が訴えたのは、うん、日本における児相問題の一覧という、これですね、はいはい、で、これは全部じゃないですけど、まあ、3項目の中の一つですけど、はい、要は日本では児童福祉は子どもの福祉ではなく親を統治する手段になっているということですよね、うん、はい、だから親を黙らせるために子ども連れていくぞっていう人もいますからね。なるほど、だから脅しになるわけですよね、その親の思想統制のためにみたいなことを使う場合も正直ありますよね、ことがあるんですよね、はい、で次に一応の虐待判定が虐待の有無じゃなくて、うん、虐待のリスクがあるかないかの判断に変わっちゃう、うん、あの人やりそうだよね、じゃあ子供保護しようみたいな、はいはい、いややったのかやんなかったのかっていうのは別じゃないですか、うん、で実際にされたのかどうかということによって変わるわけですよ、うんはい、っていうのが実際起きてるっていう、起きてるっていうことですよね、そういう方向性にある、はい、
でまあちょっと後でか今日は無理かな来週の放送になるかもしれませんが、うん、なんでこういう議論になるのかっていう、はい、これがもうこの議論が間違ってるっていう自分で書いてて言うのも変ですけど、うん、なんでこんな風に変容するのかというと根本の理解がないからなんですよ、うんうん、なるほど、はい、じゃあもう本当に児相問題の裏に本質の問題が実は隠れてるっていう話がね、はい、実は深掘りすると出てくるわけですね、はい、そして、大きな3つのポイントのうちの2つ目がこの今ね見ていただいている下のなんですね、はい、日本には三権分立という原則があるが中立の立場で親子の状況を調査するはずの調査官の多くは児相寄りで児相の申し立てをそのまま任用する裁判官が圧倒的多数であると、はい、うん、ちょっと画面戻しましょう、はいはい、よいしょ、はい、ですね今読んでくれた通りのことで、はい、要は子供を中心に親と児童相談所が争うなら分かりますよ、はいはいはい、児童相談所の中に子供がいるんですよね、はい、で裁判官は児童相談所が正しいという前提なので、うん、何か児童相談所が申請すると 90% 以上というか、うん、ほとんど通るという中で全然中立じゃないんですよ、うん、児相対親なんですよ、あ、いや子供どこに行ったのというと児相の中にいるわけで、はい、で怖がってるとか会いたくないって言ってるとかおねしょしたとか、いや親と離れればおねしょはしますよ、うん、ほんと発達障害だと、うん、お父さんがいや怖くなくたって離れますよ、だからあれですよね、そのさっきの一番 その実は無理やり話した問題がないのに無理やり話して子供に異常行動が見られたらほらいじめてたじゃんみたいなことになるっていうそういうことなんです、そういうこともあるし、うん、いじめられていても離れたいっていうのとまた違う場合があるんですよ、はいはい、虐待があっても、あ、なるほど、虐待だけやめてほしいんですよ、はい、お父さんお母さん好きよ、うん、でも虐待は嫌よっていう時にじゃあ話したらいいのか、うん、ね、指導したらいいのかっていうのがわからないわけですよ、うん、だその辺が中立じゃないという、うん、で弁護士や裁判所ももう明らかに児相寄りだと、うん、それはあれですね、ちょっと警察による逮捕ともちょっと近い部分ですね、まあ、似たものがありますよね、 99% もう、はい、有罪的な感じですね、でさらにひどいのは、うん、はい、逮捕の場合まだ後から審査が入るでしょ、うん、審査されるんですよ、はいはい、審査されないと逮捕状出ないんですよ、はい、児相は勝手に僕が所長なら連れて行けと言えば連れて行けるんです、はい、で連れて行った内容を、はい、一時保護する理由があったからと言えば通るんです、うん、いや逮捕するときに逮捕する理由があったからで通りますか、そうですね、一応ちゃんと裁判所に届けで逮捕状がいりますよね、時にね逮捕する理由があるからですって書面書いて通りますか、はいはい、いやそうじゃないですよ ね何々を盗んだとか、はい、殴ったとか殺したとか、はい、だから逮捕状じゃないですか、はい、でも児相は審査がなく、うん、事後審査もなく所長がしてこいといえばできる権限があるんですよ、うん、それに逆らうと逮捕できるんですよね、うん、公務執行部警察呼んでですけど、だから審査もなくできるから僕があいつ嫌だなと思ったらできるし、うん、僕の判断が間違ってたり過剰だったら、うん、あ、なるほど、だちょっとね娘さんをきつく怒ってて、はい、なんか本当に悪いことしたかもしれない、はい、しつけの範囲だと思って怒ってると、うん、うわーきついよね言い方、うん、危ない、え、シングルでしょ、あ、虐待するわ、うん、はいってやって僕がやったらもう行くんですよ、で裁判やろうが何しようがもう自走寄りですから、で子供もいやただ怒られてただけなんだけどって言って、って言っても普通の範囲なんだけどって言ってももうダメっていう感じなんですね、はい、実際にある例では、はい、怒られて腹が立って自走に行ったって言うんですよ、あ、嫌がらせで、はいはいはい、で困らせてやろうと、うん、その程度だったんですよね、で行ってたらまあ保護しますよね、ですいません昨日嘘つきましたって言っても、うん、もうこれで半年とかですよ、逆に出られない、出られない、子供がそうじゃなかったんだと言っても言ってもです、うん、嘘つかされてるんだみたいな話で1回入れたも以上っつって、これで逆にお父さんが自殺未遂しちゃったりとか、でごめんなさいごめんなさいって、はい、今度子供が傷つくわけですよ、私が嘘ついたばっかりに、はい、お父さんをこんな目に遭わせたとか、はい、っていう例もあって、それはだから審査できないんですよ、でその連れていく方がその心理学者だとか精神科医だとかっていうわけでもないですよね、要は職員ですよ、そうですよね、去年までもしかしたら税務課にいたとかもしれないし、はいはいね、去年までなんか公務員ですから人事異動で、ね、人事異動で行きますから、うん、たまたま入ってきたっていうね、土木課にいて講演かなんかやってるかもしれないし、うん、そういう心理師の資格を持ってる持ってないとか関係ないわけですよね、うん、持ってる人もいますけど、はい、持ってなくても行ってもそこで、2週間かな、うん、研修受けたら専門家になっちゃうんですよね、うん、
じゃあ大学の福祉科で3年4年勉強した人とね、はい、2週間やって、うん、だ僕だって自分の専門家になっちゃうわけですよ2週間研修受けたらなるほど。そんなことさせないでしょ普通。そうです、ね、教員になるのに2週間の研修で教員になれますかって。そうですよね。だから僕保育士に2週間でなれますかなれないですよね、うん、でもなれちゃうんですよ。なるほど。でまたその期間が短いっていうのがあって、はい、というか転勤したがるっていうんですよ、うん、自走に行くと嫌なんでしょうね、うん、まあね、そういう人様の子供もそうで内部で多分分かるんで、まあ出てきませんけど一部の人しか話してくれませんが、とにかく移動規模が多いんで定着しない、うん、っていうのがありますよ。ってことは結局素人がずっとやその精神的なその心理的なカウンセリングとかっていう能力っていうところでいけばいわゆる素人っていう方がもうしょっちゅう入れ替わり立ち替わりっていう可能性が、虐待の有無の判断をしてたり、まあ、最終的には所長かもしれませんけども、うん、じゃあ所長で何人がその福祉士とかね、はい、そういう資格持ってるかというと、うん、そんなに割合は高くない、なるほど、いい方もいらっしゃいますけど、はい、ひどい方もいる、うん、っていうのが現状と自走格差ですよね、はい、っていうのも、まあ、いろいろあるんですよ、はいはい、じゃ次の問題いきますか、はい、じゃあよいしょ。で細かく言うとって言って、はい、今言ったような、はい、司法が関与していないとか、ね、客観的自立認定がないわけです、はい、何をどうしたから、はいはい、ダメなんだよっていうのが明確じゃない、はい、うん、例えばその体を見て本当にあざがあるとか何日間そういう声が聞こえてきたとかっていう、うん、そういう例えばその、こうチェックポイントがあるわけじゃないってことですね、うん、はい、そういうのは逆にちゃんと保護してあげなくちゃいけないじゃないですか、うん、だけど実際保護できなかったって死んでる事例もありますよね。そうですよね。本当に虐待があってるのに、うん、でも何例もそういうことが報告されてるのに逆にその保護にならない場合もあると、うん、はい、それから3番目が監督官庁がどこかで、はい、厚生労働省とかって、うん、か統計合わせてるだけであって、はい、から今僕は練馬区なんですけど、はい、練馬区だけが区の児相がないんですよ、はい、だから都なんですよ。ということはあるところは都の児相と区の児相があると管轄が違うんですよね。要は都の職員か区の職員かっていう話で判断基準が違ったり、まあダブルスタンダードじゃないですけど、ね、そういう問題もあって、じゃあ誰が責任者なんだっていうと知事なのかと区長なのかとか厚生労働省なのか、誰もだから責任取らないですよね。そういう管轄官庁もよくわからないというのも、それがもう実際運営上の現状ということですね。はい、そうですね、はい、でその対応の正当性が保障されてないとか、うん、で弁護士にも面会通信が事実上禁止されているっていう、お手紙を書けないわけですよ、はいはいはい、で親がね虐待した親がっていうんだったら会えないかもしれませんよね、はいはい、そうですね、うん、だけどその怖いっていうのは確かにあるし、うん、もしかしたら、うん、仮にね、うん、この話する時にやってないという前提に立つとみんなついてこれないんで、はい、仮に殴ったとしましょうよ、はいはい、本当に怒って殴っちゃった、うん、でごめんなさいと思ってるっていう前提で、うん、はい、子供に会いたいというと親は会えないんですよ、うん、ほぼね、はい、もしくは会っても1回とかですよ、うん、で誰かがついてる状態、はい、でじゃあ親が怖い、うん、でなんで会えないんですかって、嫌がってますとか、うん、怖がってます、じゃあ私じゃなくていいから、はい、じゃあ親戚のおばさんがって、うん、ダメですよね、うん、多くの場合じゃあ弁護士がっていうとそれもダメなんですよ。それはあれですよね、犯罪者よりももっときついひどいですよ、はい、そうです。だって石鹸だったらね、弁護士さん、ね、弁護士さん会えますから、会えますからね、はい、それもできないんですよ、はあ、第三者がついていてもね、でお手紙も検閲されるというか、うん、だから何人か僕も知り合えるとこう書かされたとか、うん、まあ、誘導的に言われるし、はい、早く出たいから、うん、こうそういうことを書いてしまって、うん、親に申し訳ないとか、はい、あとは見せてないのもあるし、だから誕生プレゼントあげても届かないとかね、はあ、何もしてくれなかったって言うんですよ。あ、子供はね、子供は誕生日なのにプレゼントも来ないって言って、実は出てきてから、いや全部送ってたよっつって証拠を見せると、うん、やってくれてたのお母さん、うん、じゃもう自分は捨てられたんだみたいに思うとかっていうのもね、うん、一回聞いたことがありますね。骨折ったって親来ない、もう何に来ないって言って、骨折ったことを知らされないって言うんですよ。なるほど。っていうのもあったりとか、まあ、いろんなことがあるんですよね。はい、これは次いきますか、はいはい、じゃあこちらよいしょ、はい、じゃあ6番、一時保護中及び施設入所中の子どもに対して親の承諾なしに薬物投与が行われている、はい、今なんかね、うん、精神病のなんか精神病じゃない精神科で何でも病名つくでしょ。あ、まあ、まあいろんな先生おられますけどね、ね、なんか遅いと、
なんだか病とかって言って、ね、うん、はい、僕なんかいくつ病気つくのかなとかって、なんかあると不安症とかね、うん、なんかそういうと発達障害とか、うん、ね、薬っていう形で入れていって、その時に児相に入ってると親関係ないんで、うん、所長がいいって、もっと言うと精神科に今来て、あ、なんだか病ですね、じゃあお薬って言ったらもう、うん、それはあれですよね、児童相談所とかその一時保護の施設の中で管理上こうちょっと管理しやすいっていうようなのも、はい、多分あるんじゃないでしょうかね、うん、管理の言い方で言うと、いいか悪いかの議論はちょっと置いとくとして、はい、昔は暴力なり武力なり体力でこう公正じゃないですけど、はい、制御したんですよ、威圧感とか、はい、でもそれが体罰になるのでダメじゃないですか、うん、はい、じゃあどのように人を子供をコントロールするか、うん、もしくは人間をコントロールするかというと、今度薬によるコントロールなんです、うん、まあ、こうやってこれを飲ませてちょっとおとなしくさせようとか、ちょっとにかく寝させようみたいな、そういうことが、まあ、ちょっとそれが実はちょっと過剰だねっていう可能性が割とあるよっていうことなんですね。その時に親の判断はないという自相の、だから要はいいようにできますよね、はい、子供は悪いことをしたわけじゃないですから、刑務所だったら悪いことをした人じゃないですか、はいはい、でも子供は何もしてないんですよ、親が何かしたことにおいて子供が被害を受けるというのは変じゃないですか、そのことを親が感知できない、はい、なるほど。で今ね、子供による精神薬は問題があるとかね、いろいろ言われてるじゃないですか、そうですよね、そんなの勝手にもう入っちゃうんで、入って脳壊れちゃったら復活するのにね、一番脳作るときにどれだけ大変かっていう、だからもうだからなんで問題になるんで、こう病気になっちゃうんですよね、だから逆におかしくなって帰ってくる。もう写真見せてもらいましたけど、入る前の顔と入った時の顔で顔が違いますもん、要はね、分かるでしょ、その成長したんじゃなくて、もういかにもいっちゃってる顔になってるんですよ、目とか顔が。薬物のコントロールも含めて、その管理された中でこう暮らすっていうような、でももう薬物出てますから、情報開示でこの薬物を飲ませてますっていうので、でオピニオンも取れると、はい、いやこの年代でこれだけ飲ませないでしょ、うん、寝ないんですよ、帰りたいって言うんですよ、で薬ですからね、はいはい、もう今この医療業界も、私もね薬剤師なのであれですけども、医療業界の中でも高齢者にもそうですし、一般 のそうじゃない方もそうですけど、やっぱり薬物をとにかく減らしていこうという方向ではあるんですね、うん、医療費の削減っていうのもあるので、とにかく1台でも減らしていこうっていう方向ではあるんですよ。だけど実はそういう方向にこう逆行している部分がもしかしたらあるかもしれない、ね、いや もしかしないですよ、絶対ありますよ、うん、なるほど、はい、間違いなくあるんですこれは、うん、ただ出てこないんですよ。でやっと出てきたのが一部内部の職員から子どもたちのに向精神薬をあげることのジレンマっていう論文が出たんですよ。あ、なるほど。だから現場の人は何割かジレンマをもう持ってる、なんでこの子にこの薬っていうジレンマを持ってるけど出ちゃうから、だって教育機関でしょ、医療機関じゃないんだから児童相談所は本来は、ね、虐待された子のケアをしなくちゃいけないのに、それって薬ですかと、僕はすると何やってんだお前と、虐待された人の子供にね、心に寄り添って大丈夫んだよ、大人は信頼できるんだよっていう姿を見せるのがね、本来の職員だと思うのに、ね、泣いたからってね、抱きかかえてあげてね、大丈夫よって、ここでちょっと安心しない、今お母さんにねちょっと教育してる指導してるから待っててね、もうじき会えるよとかって言ってあげるのに、泣いたから薬だとかね、で飲まないと最後ご飯に混ぜるんですよ、でジレンマだっていう職員がなんでそこまでしなくちゃいけないんだっていうのがやっと論文に出てきたと、罪悪感がどこに持ってったらいいかみたいな、ね、だからやめるんですよ、まともな人は、だからまともな人はやめていくんですよ、なるほど、だから入れ替わりが早いっていう問題はまともな人間が去っていくってことなんですよ、もうこんなことやってられないというところですね。で高圧的にね、母親にでも言えるんですよ、お母さんなんだとか言って、だって人質取ってますから、そういう人しか残んなくなる傾向があるです、うん、全員じゃないですよ、そうですよね、もちろんね、その中でも頑張ってらっしゃる方もちろんいます、いっぱいいますよ、ますけど、でもやっぱりあることは事実であるという、あるということですよね、はい、それから7番目に、家庭裁判所弁護士等の児相からの実質的独立性が保障されていないこと、これはさっき言ったことですよね、うん、はい、はい、それから8番目一時保護に際し親権者の同意を得ないこと、これもさっき言った、はい、勝手に行けるところですね、持って連れていっちゃうっていうのがね、はい、それから1人保護すれば収入が入る保護単価制度が敷かれていること、要は予算がつきますんで、うん、これはちょっとご存じない方もね、うん、結構だからどっから予算出てるんですか、うん、警察だとね総額があるんですよ中で全部の費用を賄うけど、1人、
やると35万とか40万とか、まあ、地区って違うみたいですけど、はい、お金が入るんですよ。ということは保護した人がいないと収入が入らないわけですよね。 なので道路工事じゃないですけど2月になると多くなるの、はい、統計上出てますね。そう、一時保護もそうなんです。だから気をつけなさいっていうのは2月ですよ。で多いと流されるわけですよ。もう要は満席だから入れたら困るわけですよ。いや緊急の本当にひどいのは別ですよ、はいはい、だからその保護する必要が本来あるからじゃなくって、人数的にちょっと少ないから予算取りのためにやろうっていうことが実際あるということ、まあ、それはあるとはみんな言いませんけど、どう見てもそうだろうと。だからじゃあ客観的な基準でこの人が保護されて、だからそこを曖昧にしといて保護する理由があったからっていう、そういう世界もあるというですね、はい、そして10番目、自走の専門性の向上について十分な対策がなされてない、はい、これが先ほど言ったやつですね、はい、それから11番目、保護理由の説明が不十分である。これは親に対して、親に対してですね、ということですね、はい、で子供に対してもきっと十分じゃないんでしょうね。まあ子供は分からないです。そうですよ、ね、赤ちゃんもいますからね、まあ、そうですよね、うん、赤ちゃんからまあ、はい、15歳ぐらいまで、うん、まあ、中には17もいるけど、うん、本当に虐待されてる子はそうだけど、うん、ね、なるほど、そうじゃない場合もあるんで、うん、そうですよね。そして12番目、親権者としての法的立場が不公平である、はい、というのは、まあ、先ほどのその接見禁止じゃないですけれども、そういうのも含めてですね、含めてですよね。人質取られた状態でニュートラルにどっちが正しいんだ、理想の言い分が正しいのか、正しいのがいいのか、これはしつけなのか、うん、それとも虐待なのかっていうのをちゃんと判断してもらえるなら、うん、でこういう逆にあのあれです、こういう風になったら返すよっていう基準も逆にないっていう、まあ一応言う場合もありますよね。離婚したら返すよとかね、あ、別居したら返すよとかね、はいはい、っていう場合もあるし、うん、だから本当おかしいのは お母さんが虐待をしましたって言って児相に連れて行かれて、はい、で、なんかで離婚したら返しますよっていう、うん、で今度じゃあ離婚しました、別居もしましたってなってったら、お父さんが虐待しました、やらしい目で見ました、虐待理由は変わるんですよ。いやそれってないでしょうと思うんですけど、で今度親に言うと、あんたやったんでしょ、だって遺族が正しいから、あんたがやらしい目したのよとかって親に言われる。もう何が問題だったか全くわからない状態になっていくってことですね。だから家庭崩壊だし、もう親にも言われる、まあ、もちろんそうじゃ全部じゃないですよ。だから自分が信用してもらえない、っていうか、そもそも本当にその日本にこういうことを扱えるベースがあるかどうかっていうところも、いや、ないですよ。ですよね、うん、だから自走って問題って何かというと、うん、まあいろんなのありますけど、まあ、これは全部ね、格論なんですよ、はいはいはい、まず自走という機関は虐待防止機関ではないということです、うん、養護施設なんで、戦後の、うん、はい、あの空襲とかで親を亡くした、でも親権がない、何もできない、うん、ね、不老者になって泥棒するしかないみたいな、うん、でそんなのね、困るじゃない。で集めてご飯食べさせて、きれいにして、教育して社会に返していくっていう発祥なんですよ。そもそもがですね、そもそも、はい、だから養護院なんです、はいはいはい、ね、児童養護施設っていう、虐待の人を救うのは虐待養護機関じゃないですか。でも今は虐待養護機関の持って機能を持って生かされてるっていう、でもじゃあ虐待の専門家がいるのか、だからいるわけないんですよ、機関が違うんですから。あの乳児院とかから上がってくる児童養護施設も、まあ、それだから児相から出ていくわけですよね。だから本当に虐待を受けた人は、はい、あの本当に一回隔離するの、僕それは大賛成なんです。一時保護っていう感じで、ね、一時保護 でそこでちゃんと審査して返せるのか返せないのか、だから僕がいつも言うのは、じゃあ、親子再統合というんですけど、もう一回戻せる、じゃあどんなプログラムでお母さんに指導したんですか、お父さんに指導したんですか、見せてください、それはどの理論の何に基づいて、で何をクリアしたから返してんですか、返してないんですかっていう、多分答えれるとこほとんどないですよ。うん、そういう、だからこうきちんとした教育プログラムが出来上がってるわけでも全くないということですね。まあ、研究がやっとなされてぐらいの段階ですかね。まあ、アメリカなんかはあるからできる、だからし本来はね、施設じゃないんですよ、だから目的外活動してるようなものなんですよ。だから逮捕だけなら警察でいいんですよ、傷害事件なんだから、はい、死んだ事件とか全部傷害ですよ、はいはい、だそこでじゃあ教育なのか、しかも傷害だったら傷害した人の方だから逮捕でしょ、の方をきあの客に でしょだから子供を残して親を隔離でしょ、なんで子供を、はいはいはい、で親を残しておくの、はい、
だからお母さんとお父さんがいてお母さんがっていうんだったらお母さんが隔離されるんだろう、わかりますよね、逆にね、逆にね、ちょっとお母さんちょっと保護されようかって言って、お母さんにちゃんと教育をするっていうようなね、だったらまだわかりますけど、その子供が連れてかれちゃうんですもんね。だそれがなぜそうなってるかというと、まあ、もう次のそうですね、ですね、後半でベースになる考え方がずれてるからということで、はい、それで後半に、はい、分かりました。もうねこの前半はもういかにいろんな問題が実はそう、もう怒りがこうグーっていうねそれに対して無関心なこの親たち社会、まあ、一部の人だけがね問題だよねって言ってるけど、でもそこにちょっと根っこがあるんですよ、はい、そうですね、はい、だから、まあ、今回ね今回というかこの去年から今年にかけて本当に具体的な事件がありましたので、ね、やっとこういう問題が少しずつですかちょっと扱われるようにはなってきてますが、実はこうやって紐解いてみるとこんなにいろいろ問題点があるんだねというね、でマイナスこういう活動がマイナスになるのは、じゃあ各論で権限強化しようになるんですよ。だ親の方の思い方とか、そこじゃなくて権限を強化しよう。だから北風と太陽で言うなら北風を強くするんです。恐怖で子供はね愛されませんよ、親も変わりませんよ、そうですよ ね、虐待としつけの区別がつかないどうしたらいいですか、そんなレベルの低い質問来るんですよ。そもそもそのもし虐待があったとしても親御さん のそもそも育ってきた環境の中に何かあるとしたら、やっぱり親御さんにきちんと教育っていうね、その本当に愛とは何かとかっていう、そういう親御さんへの癒しなんかも必要だったりとかね、するはずなんですけど、まあ、そんなことが扱われる今段階に全くないというね、まあ、権限強化になってきてるんで、ね、危険な方向になって管理する方向になっていってるんで、はい、後半はそれが間違ってるんだよと、まあ、必要ですよ管理はもちろん、ダメっていうことじゃなくて、ね、はい、向きが違うという、だから太陽の方の話を後半に、はいはい、だこれで終わった人は嫌な気分で終わるんですけど後半まで行くとね、ぜひね解決の方法、ね、なんだあいつなんか文句ばっかり言ってるんじゃないか辻部はっていう話になるんで、はい、ちゃんと解決策まで、はい、ここまで言うには解決策があるから言ってるってことをね、はい、今日の終わりに言っとかないと。わかりました。ムカつかれたら困るんで、はい、じゃあちょっと数分間インターバルちょっと取りますけれども、ぜひ後半もねこの後ご覧いただければと思いますので、はい、それでは一旦ここでストップになります。じゃあ皆さんもどうもありがとうございました。ありがとうございました。